はいどうも、来季ですだけで峠最後の侍見てまいりました。公開日からちょっとね2日3日ぐらい置いてみてきたんですけれども、まあ見てまいりましたと。まあ個人的にまず第一もう印象としてね、まあまあ良かったかなって感じですね。まあ、レビュー見てると、うん、まあまあ、うん、賛否両論結構分かれてるなっていうのと、あとポイントずつまあ結構ね、いろいろまあここダメだよなっていうところもあったりとか、まあここは良かったよねっていうポイントもあるので、まあちょっとねそこのまあ良かった点悪かった点というのも話していこうかなと思います。まず、あ、ちょっと前提条件として、河合次之助という人物にまず焦点を当てて映画を作ってくださったっていうのは非常に良かったかなと思います。まずこの河合次之助という本当にもうなんか歴史のね、まあ私もちょっと知ってましたけど、一応歴史オタクなんでちょっと知ってましたけれども、長岡藩でね、まあ多分いわゆる高校の歴史とかで学んでても本当に用語集のちょろっとした部分にしか出てこないみたいな人なんで、まあほぼ今必要ないぐらいの知識ではあるんですけれど、まあ、題名にもなっておりますとおり、その最後の侍、まあ最後までその平和を願ってですね、まあ武士として貫いたと。でその武士として貫いたその次の時代っていうのはもう明治時代なんですよね。まあ、劇中にもね、そういうまあ表現がありましたよ。まあ私が死んだ後、まあ子供のような存在、まあちょっと関係の子供がいて、その子供がお前らが育っていくのがこれからの次の世なんだよっていうのを言ってたりとかするまあシーンがありますので、まあそういうシーンとかね、こう結構会話とかは個人的に好きだなと思ったんですけれど、河合次之助の前やったことっていうのは、その長岡藩をまず強化したこと、まず、まあ兵力的にやっぱ強化したっていうのがやっぱ強いんですよ。はい、単純に屈服したりとか、あとはまあ、いわゆる朝廷側についたりとか、まあ一応、王羽列列藩同盟のその、まあ、同盟には、はい、属してるんだけど、ちょっとまあ、中立的には取ってるみたいなね。劇中にもね、会津とかあっちの方から、まあ、庄内家とかあっちの方から、まあ、ちょっとね、こう、援軍をもらってたりとかする場面もあったので、まあ、一応そこの同盟関係はあるんだけれども、一応その中立っていうのを貫いたんですよね。で、劇中にもちょっとありました。スイスの話がありましたね。スイスとか、いわゆるまあ、ベルギーとかの方がいいかな。うん、第一次世界大戦のベルギーとかね。ああいうこう、一応中立を取ってるんですけど、まあ、中立を取った国っていうのは、囲まれてしまうと結局的にはまあまあこういう干渉地域ですね。まあ今のウクライナみたいな感じですけれど、ちょっと干渉地域になってしまう場所っていうのは、どうしても東西の、まあ、戦いにどうしても巻き込まれてしまうんですね、でも。結果として越後とか長岡藩の方はですね、まあ、朝廷側にまあ結局やられてしまうって話なんですけれど、あとはまあ常在戦場の考え方とかね、結構好きですね。まあ常に戦場にあると思えという考え方ね。まあ今だっていうね、この瞬間。まあ当時の考え方ってやっぱ結構そういう考え方多いですね。今この瞬間っていう結構生き方をするまあ、武士たちが多かったイメージではあるんですけれど、やっぱこの常在戦場も個人的には好きな言葉なんですよ。なぜかというとめちゃくちゃわかりやすいから。常在戦場ってもうそのままでいいんじゃないですか。戦場に常にあるって意味だからめちゃくちゃわかりやすいんですけれど、まあ、そういう結構わかりやすい言葉も好きですね。個人的にやっぱりその評価してる部分は、河合次之助は長岡藩の兵力をまあ強くしたってところですね。あとはまあ経済的にも整えたっていうのも強いんですけれど、まあ、そういうところにおいて河合次之助っていうのはすごいっていう点はまあ知ってはいたし、今回の映画でまあちょっとわかるかなって感じですね。でまあ前置きねちょっと長くなってしまったんですけど置いといて、まあ良かった点ですね。良かった点はまず監督がやっぱりその黒澤明のまあ映画のまあルーツを繋いでるってこともあって、ザ・黒澤明の映画なんですよ。マジでいい。逆にこんなに古臭い映画が今のまだ世の中に出てくるんだって思うと、なんかちょっと嬉しくなりましたね。私まだ21歳ですけれど、黒澤明の映画割と好きなんですよ。めちゃくちゃ古臭いからいい意味で。だから本当に歴史的価値があるし、いい意味で古臭いからこそ、この映画は本当に黒澤明の映画を、まあ、繋いでるという作品と言っても過言ではない感じですね。で、それに対して、こう、役者の演技ですよ。役所広司さん。そして個人的には永山絢斗さんの演技も本当に素晴らしくて、まあ、最後のシーンとかも本当にめちゃくちゃいいんですけど、役所広司さんやっぱ強いなというのは本当に思いましたね。やっぱこの河合次之助という人物を描くにも非常に適した人だったなと思いますし、あとそのカラスと太陽っていうところを結構ね、テーマとして描かれてる部分もあって、そこは個人的には良かったかなと思いましたね。まあ、カラスはね、こう太陽にまあ突き進んでいくんだっていうね、まあ、そういう鳥なんだよってことを、まあ、劇中でも言ってるわけですけれど、最後はその自分がカラスになったかのように太陽、まあ、火を見つめてこうね、もう見つめるだけ見つめて、最後まあ死を描くっていう。まあ、ここはね、個人的には最後の終わらせ方は、うわ、いいなって思ったんですよ。まあ、多分僕がいいなって言ってる部分って結構古臭めのいいななんですよね。だからもしかしたら今の、なんだろう、若者とかには多分響かない可能性があるし、歴史オタクじゃないと多分響かない部分もあるんですよ。そもそも河合次之助だからっていうのがあるんですよね。
例えば燃えよ剣とかっていう作品もあったじゃないですか。あれとかはまあね、もう土方じゃないですか、主人公が強いそもそもネーミングが強すぎるっていう話があって、まあ、そういう作品に比べれば河合継之助っていうのはまあまあまあ、その司馬太郎の作品の群の中でもかなりまあいい作品ではあるんですよ、すごく。でも登場人物としては非常にマイナーではあるんですよね。なんでちょっとそこがね、描くのが難しいかなと思いました。でもそれなりに頑張ってたなって感じはありますね。でまあそれに繋がるんですけれど、悪かった点ですね、まず描ききるには時間が足らなさすぎる。この映画1時間50分ぐらいなんですけれど、足らないですよ、どう考えても。まあどっちかというとドラマでやってほしかったかなっていうぐらいではあります。でもドラマにやるにしてはネーミングがやっぱね、マイナーすぎて、ちょっとやるにはどうなんだろうって感じもあるので、まあ映画1本ぐらいなんだけども、まあこれぐらいって感じですね。どっちかというと、ウィキペディアとか、いろんななんか、まあ河合継之助をまあ、題材とした作品とか、そういうのをちょっと見てもらう方がいいかもしれないなって思いました。もちろん、峠を読んでもらうのが一番と、手っ取り早いんですけれど、やっぱちょっと描ききるには時間が足らないかなっていう、1時間50分でまああれぐらいだろうなって感じはありますね。ただまあ役者をなんとか引き出そうとしてる感は伝わってきたので、まあ役者にちゃんと頼った、いい意味で頼ったって感じはまあ伝わってきましたね。あともう一個悪かった点としては、ガトリング砲かな。私ガトリング砲マジで見たことあるんですよ、本当に博物館で。ガトリング砲のあのデカさ、まあ、もちろんね、まあ、今の武器に比べれば全然ですけど、当時明治時代とか江戸時代の末期っていう時代においては、ガトリング砲のあのかっこよさっていうのは結構いいなって当時は思ってたんですけれど、それがね、なんかね、ちょっとチープなものに見えるんですよ。劇中でもそのガトリング砲はすごいんだぞみたいな感じでこうダダ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 ダっていうシーンもあるんですけれど、ちょっとね、なんか微妙な映り方。なんだったらガトリング砲撃ってるんだけども、なんかこう結局やられちゃって、うわ逃がさなきゃみたいな感じでこうガトリング砲引っ張っていくシーンとかあるんですよ。なんかちょっとね、ガトリング砲がいい感じに活かされてない感じがあって、もうちょっとそこをね、なんかかっこよく描いてほしかったなと思いますね。あとはまあそれも含めたこう戦闘シーンとかっていうのも、まあコロナがあったから仕方がないって言われたらそりゃそうなんですけれど、結構戦闘シーンね、なんかいろいろもうちょっとこだわりできたんじゃないかなって思うシーンもあるので、そこのなんか戦闘シーンとガトリング砲、特にまあ後半ですよね、そういう戦闘シーンガトリング砲っていうのはもうちょっとこうね、なんかいい描き方をしてくださったらよかったかなと思うんですけれど、まあそれもまあ最初言ったその時間が足りないっていうところもあるのかもしれないですね。といった感じでね、まあ良かった点、悪かった点、あとまあ河合継之助っていうのはまあそういうまあすごいんだぞっていうところも話させていただいたんですけれども、まあやっぱりそのまず時間が足らなかった、あとはまあコロナによるまあ延期っていうのもありました。多分そういうところで結構ね、こういうまあ作品に結構影響してるんだと思うんですけれど、まあやっぱその役者の演技を引き出してきた、あとは黒澤明の映画をまあ本当に蘇ったようにまあ描いてくださったっていうのは、なんかそこは良かったかなと思うんですけれど、じゃあ今の若者にまあちょっと刺さるものがあるかって言われると、ちょっと刺さらないのかなって思いつつも、まあこの河合継之助っていう人物がまあちょっと流布されたと思えば、まあ良かったかなと思うんですけどね。といった感じで、峠最後の侍の感想でした。以上です。ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。